ビールが、原監督のこの笑顔、ビールが3000本です。ビール瓶が3000本。選手たちに聞いてみましても、こう、お酒を口にしなくても、お酒が皮膚にかかるからなのか、自然と酔ってくるという、そんな話をしている選手がいました。今始まるようです。確信しております。本当におめでとうございました。ありがとう。白石オーナー、ありがとうございました。続きまして原監督からも一言いただきます。お願いします。みんなご苦労さんです。今日はまずは思いのほかどうぞ騒いでください。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、乾杯といきたいところです。その前に鏡開きを行いたいと思いますので、どうぞ前の方にお越しください。白石オーナー、右側の樽にお願いします。そして、原監督、白石オーナーと同じ樽のところにお願いします。阿部選手、長野選手、村田選手、白石オーナーと同じ樽のところにお願いします。そして、桃井社長、原沢代表、山口投手、宇都宮投手、高橋由伸選手も、はい、こちらで大丈夫です。はい、山口投手と宇都宮投手、高橋由伸選手、向かって右側の樽にお越しください。はい、準備が整ったようです。大変僭越ながら私のせーのの掛け声の後によいしょでお願いします。それでは鏡開きを行います。せーの、よいしょ。まだですよ。さあ、それでは、大変長らくお待たせいたしました阿部キャプテンによります乾杯の発声をいただきたいと思います。皆さん前の方におっしゃってますので、前の方におっしゃってください。皆さんお疲れ様でした。今日は一番おいしいところありがとうございました。結構痛いですよ、みんな気をつけてください。そして浦賀さんの皆さん、まだ続きますが今後ともご支援よろしくお願いします。そして今日ビールを用意してくださった球団の皆さん、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。またできるね、みんな。娘喜ぶんだよ、これ乾杯やるぞ。ね、いくよ、いくぞ。ダビット君、すごいね。